折りたたみ自転車、折りたたみ自転車旅、折りたびの第2弾になります。残念ながら妻とはなかなかスケジュールが合わないので、今回はちょっと私一人だけになりますが、今日来たとこは愛知県の覚王山です。覚王山はですね、非常におしゃれな町で、高級住宅街が並んでたりとか、おしゃれなカフェとかがすごい多いところで、私も学生時代よく来てたんですけども、今日はもうだいぶ久しぶりに来ましたね。もう8年ぶりぐらい。今日はね、このダホンの K3 を持ってきたんですけども、こちらで覚王山付近を、探索したいと思います。そして私が、昔よく行ってたところもご紹介できたらなと思います。では行きましょう。折り旅。あいにくの雨ですね。小雨なんですけども、覚王山の商店街っていうのかな、メイン通りに来ました。雷がひどい。じゃあね、早速ね、まずは昼食をとってきたいと思います。お、ありました、英国屋です。英国屋は紅茶とかですごい有名なんですよね。カレーセットにしましょう。1名です。ああ、これこれ懐かしい、めっちゃうまい、これはもう最高だねって思ってます。やっぱここが一番だわ。チャイ頼みました。アイスチャイもこれがまたうまいんだわ、たまらん。中ではあんまりレビューできなかったんですけど、ここのカレーは結構、ドロッとしてて、ザラザラしてるようなルーですね。なのでナンにも合うと思いますし、ライスにも非常によく合います。今日はねライスにしたんですけど、いつもだったらナン頼んでるんですけど、で私結構インド系と言いますか、インド料理とかネパール料理好きで食べ歩くんですけど、ここが今のところ一番ですね。英国屋ぜひ行ってみてください。あとね、その紅茶店もあるんですけど、やっぱりね、ここでドリンク頼むならチャイですね。もうチャイがめちゃくちゃうまい。チャイもここがナンバーワンのとこです。今日はお土産に蜂蜜紅茶買いました。英国屋って意外とスーパーとかにも置いてあるんで、ぜひ見つけたら買ってみてください。折り旅。この奥に日蓮宗の確か日大寺だったかながあります。そこも覗いていきましょう。見えました、日大寺です。五重の塔もありますね。見てください、五重の塔が愛知県にあります。おう、末吉。折り旅。
さあ次はどこ行こうかな。お腹はカレー食べたからもういっぱいなんですよね。ただせっかく花崗山まで来たしな、カフェとか行きたいんだけど、そこの開きっていう、ここめっちゃうまいの。でめちゃくちゃ並ぶ。このカニクリームコロッケが絶品だから、ここ来る際はもう英国屋かこの開きがおすすめです。今日はねちょっとお腹いっぱいなんだよね。地下鉄花崗山駅前のスタバも結構おしゃれですよ。さすがおしゃれな街。うわすごい行列。わらび餅、とかいるんですか。今月中でしたら常温で大丈夫で、冷蔵庫に入れていただければ明日まで召し上がることができます。じゃあこの 大箱での黒蜜追加の普通のやつ、はい、かしこまりました、はい、とあと飲むミルクティーの黒蜜、はい、黒蜜が普通でかしこまりました、はい。こちらの方はすでに笑い餅ついてますので、はい、こちらの方からかき混ぜるようにしてお飲みください。かき混ぜて、はい、ありがとうございます。飲むわらび餅初体験です。下にわらび餅が入っててよく混ぜて飲んでほしいとのことです。イメージはタピオカミルクティーに近いですね。ただそれにわらび餅なのでもう飲み込める感じで、小豆が入ってますね。わらび餅がまだらに入ってるんで食感が1回ずつ違う。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。わらび餅別売りの黒蜜、これ50円もした。かけんほうがよかった。いいよし、うまっ。もう全然違う。もうこれ溶けるやつ。食べな食べな。いやもう市販のさ100円のやつしか知らんからさ。全然ちゃうでこれ。あ、でもドリンクに入ってたやつもこんな感じだった。もっちり、うん、これが入ってる感じ。プルプルっていう感じよりもなんかもっちりっていう感じ。ずしとろんみたいな、うん、美味しいです。形が残らないタイプね。わらび餅ね、これね、加工剤いったらぜひね3箱ぐらい食べれそう。3000円するやんけそれ